こんにちは、ドモスの皆さん。今回が第82回、ちなみに私の年齢でごめんなさい。1年半、皆さんとご一緒しましたドモスが、ご覧になっているこの本が、見本が今日、編集者の山崎博さん、それから林晃平先生、共著と言ってもいいような本で、3年5年の一生懸命の努力を経て、これがサンプルコピーが出てきて、11月17日が発売日だそうですけれども、その日出てきた、でこの本が下手な字が僕が書いてますけどね、3点ほど内容をかいつまんでご紹介しますけれども、これでドモスが82回で一応の、締めくくりにしたいと思っております。それはおそらくボアっていう高木さん、中島さんと一緒に作りました石巻の、本と同時に、これも石巻へ通って一心になって作ったというか、お話ししたり書いたり、書いたりなぞったり語ったり、また書いて消したりなんかした本の成就を一つの縁にして、またおそらく吉成さん、後藤さんとご相談したりしながら、多分来年構想を新たにして書き始めようと思いますけれども、書き始めようじゃないや、別の試み、YouTube 発信をしてみたいと思います。合同指令の具合も変わってくるかもしれませんけどね。で、3点ほどご紹介します。始まりがね、この怖いようなタイトルのこの本にって、拙いお話のした仕方とは思いますが、死とは何かという怖いようなタイトルのこの本に、ささやかな序文というんですか、これから自分の声を発しつつ、とつとつとですが鉱石にも耳を澄ましながら、その向こうから、あるいはそのそばから、あるいはその果ての方から、ほんのわずかに歌うような何かが聞こえてくるのかもしれないという考え、ことを考えてお話しさせてください。こういうふうに、これは書くこと不可能だったんで、IC レコーダー片手に語り始めたんですよ。それも石巻の、ホテルニューサカイの206号室でした。で、こんな風にして語っていって、そして山崎さんと林さんと相談しながらだったんですが、一つ一つ声を聞いていただくためにちょっと止めますけどね、一旦止めますね。サンプルとしてまず挙げましたのが、自分でも意外だったんですけど、声聞いてください。これがディラン・トーマス、ウェールズの酔っ払い詩人のディラン・トーマスの緑の導火線が、花を咲かせる力をあれするという、ディラン・トーマスのこの声を、この中でダミ声、濁った声という表現をして、それ何回目かだったね、それを言い換えようと思って、一種の押し口、ミュートね、押し声という言葉にどもりと言わなずに、押しのような漢字を含むような沈黙を含んでるような声だっていうことを言って、ディラン・トーマスを捕まえにかかりました。
ベートーベンもそうかもしれないな。でもう一つはこれもまた一回止めて、そのページを開いて、皆さん、ああ携帯が落っこっちゃった、ちょっと待ってくださいね。一つお話ししたいのは意外だったんですけどね、自分の古代天文台っていう1970年に書きました詩を分析してましてね、ちょうどそれを亡くなられる4日か5日前にシベリアで苦難の経験をされた石原義郎さんがそれを聞きになったんだな、古代天文台。吉松五蔵は空に眞子と書くというのを10回読むんだけど、それが10回が10回とも違うんだよねって言っておっしゃって、でそれはすなわち一人一人の人間の生と死というのは一人一人違うんだっていうことをおっしゃって、で僕はその時にとても感心して、石原さんをとっても大事に読んで、そしてこういう行が石原さんの詩の深い影響下に書いたんだっていうことに50年ぶりに気がつきました。死体のように正座する一行の人命に触れる。おそらく石原義郎さんが、書かれたこと、とそうなるとボアという詩集の中で、一つの柱のようにして立ってきたって言いましたけれども、イの木の君が立ってきていたって、このイの木の君っていうのは石原芳郎さんであるのかもしれないんですよ。そんなことにもう本当もう能力も才能も学問もないやつが82年っていうか60年っていうかの果てにそんな絞り出すような、なんかもう血と涙で書くような本を出しました。どうぞよろしかったら買ってやってください。それでしばらく休んで、来年の2月ぐらいから吉成さんと後藤さんとご相談しながらもう一回また始めますけれども、最後に、マリリアさんがご挨拶してくださって、多分シカーダっていう詩を歌ってくださると思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。しばらく失礼いたします。ごめんください、ごめんください、ごめんください。ありがとう。今日最後のビデオ、私とても好きな歌、心から差し上げたいです。どうもありがとう。また会いましょうね。
ますの皆さん、吉成さん、後藤さん、ありがとう。マリリアさん、ありがとう。Springtime in Paris for the house to go no more. On your amour, on your amour, on your amour. ありがとうございました。